アイデアのまさか2いきたいと思います。はい、メンツ入れてきました。で、ちょっとね、このインペリアルガード2人入ってます。なぜかというと、先にこのルナの方に声をかけたんですよ。で、ただ弱いんですよね。見てください。めちゃめちゃ弱いんですよ。で、男の方にも声かけたら仲間になったんですけど、こっちはめちゃ強いんですよ。でもまたこのキャラさがすごいんで、まあ見た感じが見た目でわからないんでね、ちょっとそれ、辛いところなんですけど、はい。で、一応、それ以外は特に変更点はなし。まあまあ、要するに侍、イーストガードをちょっと置いてきちゃったという状態ですね。イーストガード本当は入れたかったけど、ルナが余計なんですよね。ルナが余計です。イーストガードを入れての全力で火力で押すっていう方がやりたかったんですが、ちょっとそれが叶わないことになってしまった。いけそうやけどなぁ。いけそうだとは思ってます。あれ？水長剣しか入ってない。あいつ大丈夫か？忘れた。ちょっと待って。何これ？黒天派？何これ？知らん技がある。黒天派なんじゃこら。こんな魔法持ってたっけ？シュータって。なんか成長したか、お前。まずいな。水長剣しかない。戻るか。まあいいか。あ、ランサーを手に入れた。ランサー、車ですか？ランサー。わあ、強。槍ね。で、ランサー、エボリューション。装備させるか。どうしようか。戻った方がいいか。これさすがに、さすがにまずいな。殺人剣でいいのか。人やから。どうしよう。これでいけるや。よし。ランサー。天下。おお！ライフを盗むんですか。これはなかなかの技やぞ。雑魚に効くんかい、ほんで。いや、もうさすがにでもこれボスには効かんよな。ランサー、すごいけど、ランサーじゃない、黒天派、すごい、うつえ。よし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 。やっぱり筋力あるやつ持ってきてよかった。いや、こいつもっと強くなれる。インペリアルガードを皇帝にしたらもっと強くなりますよ。これ死んでももう一回来るから。ゴリ押しで勝てると思うんで。軍師を二人っていう方法もありと思いますね。例えば、あ、軍師2人は無理なのか。今回女性と、インペリアルが女性と男性がいるから入れれたんですね。インペリアルは男性の方が強いのかな。ちょっとわかんないですけど、インペリアル2人投入できる時に女性と男性両方とも強い状態だったらめっちゃ強いですけど、これはちょっと運もあるかな。まあいいでしょう。ちょっと槍の技、ねえ、なんか、いかつめのやつ覚えてくれたら槍でぶち込みますけど、一応槍と魔法なんですよ。ルナ、インペリアルは。で、月光を持ってるんで、まあ回復薬でもう、専念してもらおうかなと思ってます。ペイ。ひらめかへんしね。ひらめかへんし。ランスター。ハイボール。素早いな。
中達めちゃくちゃ素早いな。後ろにいるんですけどね、前3人がスピードアップって書いてたと思うんですけど、すごい使えるな、やっぱ軍師。さっきのルートで行きますね。おう、君か。先ほどはどうも。なんすか。見事。見事だ。そういう二回行動ですか。すごいね。そうではないよな。ちょっと悪魔チックやから、あの悪魔の攻撃が効くかもしれない。若干悪魔チックな雰囲気はありますよね。得点入ってみるか。行くかな。まあ、そうでしょうね。テラーボイス見切りは、消えちゃってます。現状は。強いぞ強いぞ。スースー。でもやばい。うわ、全然誰も動かへん。そう、ちょっと動きなよ。よし、もう倒せると思いますよ。もう体力的には出てると思いますが、よし、オッケー。それにしてもさっきはビビったな。ダッシュで行きましたからね、ボスのところね。もう何もないと思ったもん。さすがに、詩人のイベントで、詩人のもの取りに来てですよ。詩人のやつ見つけてですよ。もうないと思いますよ。さすがに。めちゃくちゃ焦ったな。なんか暗闇で、幽霊とかに出会うとほんとああいう雰囲気になるんでしょうね。超忘れました。じゃあ、稲妻好き。チーン言うてもてる。OK です。もうメインはこのね、皇帝にかかってます。正直地裂撃を見切ってるので、一番ダメージとしては入らないはず、こいつにはね入らないはずで、でもっと言うとこいつが攻撃威力的にも一番強いですわ、間違いなく。で、盾も持ってる。だからまあ全てをちょっと兼ね備えてるんで、中堅強っ。こいつ鼻毛出てるくせにめちゃくちゃ強い。もう鎌が退化してなんか手がちっちゃちっちゃなってるけどね。カマキリ、元カマキリの人ですよね、これ。もう食卓のカマキリ。うわぁ、強いな。なにこれ、虫や。うわぁ、すーでも死ぬな。縦のあいつの、縦の発動率高いな。っていうか、やばくないですか？大丈夫か？これ。いや、もう勝てよ。ちょっと強すぎる。アリも強くなったなぁ。アリのシンボルも強くなりましたよね。落ちた。やっぱアマゾンが外れると攻撃力がガクッと下がるなぁ。戦っていきます。ちゃんと倒していこう。
ケイキやイロリナの星、イロリナの、イロリナの星だって絶対なんかあるはずですよ。ドカンと。こういう技持ってそうやから、イロリナの星。じゃあ、毒気に。ダメージはないけど、全員毒。あ、いた。これは、あ、ナイス。結構先制されたなぁ。はい、来た。百花繚乱。あ、来た、来た、来た。あ、魅了できんのかな、これ。全然強くない。全然強くなかった。びっくりするほど強くなかった。え、百花繚乱。でも、7も使うのになぁ。たまたま入らんかっただけかなぁ。悪くなさそうな雰囲気ありましたけどね。イロリナの星ってそもそもなんかレア武器っぽいし。よし。槍召喚アップ。あー、ドキドキするなー。うわー、ドキドキする。あれ？あれ？おらん。ふざけんな、おらんぞ。はい、消えたり出たり消えたり出たり消えたり。いいのかな。どうしよう。初見の時だけしかおらんのかな。まあいいか。なんかあのさっきディアブロの剣といい、この剣といい、2回目来たら楽になるパターンやめてほしいな。まあいいか、別にどうせ後で戦うと思うんで、まあいいか。あれ、場所間違ってないっすよね。あんた宝箱があったところやから絶対間違ってない。なんやねんこれ。そうなんや、死んだらまた変わったりするんや。おもろいっすね。それすらも、皇帝継承ですらもこういう風になってしまうってことか。ただアリがおるだけやんか。ここにめちゃくちゃデカブツがおったんすけど、確かにおったんやけどな。こいつやん。こいつやん。終わりやん。オッケー、倒そう。カリオラン。で、アリアボール行きますか。全力で倒す。1700。発注券、ブイ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 2000。まあ、こいつも強いですけどね。もちろん。これまあまあ食らったしな。うわぁ、あいつなんか、やたらあの、インペリアルの下のやつがやたら食らうな。防御力が、そんな低くなかったと思うけど、こいつ。絶好行きましょうか。はい、左は。キラリン。オッケー。同じことやられたら死にますけど。グリーン。かまいたち。いやー、来た。あー、強よ。マジかー。結構決まってくれ。かまいたちは一列なんですね。あかん、全員来てもだ。これあかん、全員死ぬ。あー、もう強い。アンドロメダ、フリーファイター、インペリアルガード皇帝、そしてモール皇帝、来ましたね。いやいや、気持ち悪いな、こいつ。とりあえず、ユノを、インペリアルガード皇帝で行きます。いや、もう、聖優どころじゃないかな。聖優戦って勝ちますみたいなこと言ってる、全然やん。アリにすら勝てないっていうね。いや、もうちょっと選択ミスったんですよ、本当に。我々の代表として頑張ってください。タンクレッド。カモン、タンクレッド。
頼むぞ、あんまり弱いのやめてくれよ。うわー、弱い方やー、外れやー、この外れ引いた時痛いなー。名前覚えとかなあかんすね、これ。タンクレッド外れ、勘弁してくれよなー。結構外れおる、結構外れおる。どうしよう、外れ率だけ。うん、そろそろ孔明帰ってくるかな。今回孔明じゃなくてもいいですよね。回復系。水の術、風、まあ弱い。弱い。ホーキンも弱い。強くはない。あと二人ですよ。イーストガードとデザートガードを入れに行きます。これでいいよね。やることいっぱい増えてね、ちょっと。そう、アリに勝てないとはね。悔しすぎるな。腹立つな、マジでアリ。悔しい。よし、ゴー。まあ気を取り直していきましょう。アリだったらまあなんとかなる。まあ雑魚で一回戦って倒せてますからね。めちゃくちゃ強かったけど、めちゃくちゃ強いけど、あいつこそスタン取りに行ってもいいかもしれんな。雑魚の仲間やから、ボスっていうことじゃないですから、スタンは取れるんじゃないかな。あいつどこ行きよったよな。ダンさんどこ行ったんかね。五反田ですよね、五反田。五反田野郎、どこ行ったあいつ。さあ、また、ちょっとめんどくさいですけど、技とかをやり直してます。いちいち装備も、おー、色変わりくん。装備も、これ結構大変でね、ほんと。見ていただいてる方、もういちいちイライラしてると思いますが、申し訳ない。カットできるところはなるべくカットというか、タイミングでね、セーブのタイミングと重なった時には、ちょっと、やってるんですけど、それ以外は一応ね、ノーカットが売りなので、ノーカットで行かせていただいてます。で、そのせいで、めんどくさいことになってます。装備とかがいちいちね、ちょっと、毎回やり直しやがってと、いい感じになっちゃってて申し訳ないです。タンクレッドが弱いのな。で、タンクレッドが弱いんですが、タンクレッドに剣を持たせられない。どうしようかな、もう。まあ、タンクレッドやな、こいつは。ほんまにタンクレッドやで、もう。ホーキンさんが、守り重視で来ていただくと。で、こいつが、ものがいっぱいです。ここがいっぱいです。ボーバル、これでいこうか。で、ボーバルは安定ですよね。虫に特攻ですから。で、炎の剣を持たせておくと。よし。はい、あとは立てる。安定で。最後がどんどん溜まってくるんで、装備を変えるとどうしても、この辺がこう、精油灯とかが余ってくるんで、これが邪魔になるんです。ヘッドバンド。まあ、もう一回行きましょう。もう何回でも行くから。
これでいいかな。ダンサー、ドジャー、号泣。さあ、誰に何をやらせるということで言えば、どうしようかな。タンクレッド、ガンジュー、どうしようかな。こいつユミ、まあでも後ろ2人やるならここっすよね。使えねえなこいつら、ほんま。アバールハッサン、号泣がすごい、攻撃力すごい高いんですよ。37、まあ、ボーパルソードほどはいかないんですけど、かなり威力高くて。よし、もう一回挑戦させていただいてよろしいですか。ありごときにね、シンさんを舐めるのは嫌だ。ちょっと、行きましょう。じゃあ。はい。これはインペリアルガード持ちです。綺麗。どういう系？インペリアルクロス以上に前に攻撃が集中する。インペリアルアローと名付けます。はぁはぁはぁ。なるほど。了解。まず切り落としを置いておかないとダメ。そして水晶剣、そして清流剣で、次剣切れ、千切りをこの子に持たせておく。そして、槍技エイミング刀剣幻惑剣、スネークショットサイドワインダー感電症、まあいいでしょう。ペイント、これはスタント利用、そして弓技、まあいらない、体術いらない、こんなもんかね。催眠見切りだけ入れておこうということです。これでいいな。ね、ちょっと、エイミングも消す。はい。よし、そうか。ちょっと待って。よし。たまにLP がむちゃくちゃ低いやつおるから。怖いんですよ、もう。すごい罠だらけなんでね。さあ、もう一回行く。悔しいから絶対に倒すぜ。はい、配置間違ってる。太陽光、何それ。太陽光、微妙。水の技でもう回復重視でお願いしますわ。月光持ってないし、この子。ちょっとお待ちください。アマゾンストライクの位置が悪いので、これやりたかった形ではあるんですよ。まあやりたかった形ではあるんです。後ろ2人がまあちょっと術系の人で、回復術系の人でっていうね、やりたかった形ではあるんです。よし、いいね。どう、アリのシンボルに出会ったらあいつ来ますね。多分あいつ来ますので、あれイロリナはどこ行った？装備してない。ちょっと待って。気持ち悪い、これ脳みそからなんか生えてる。よいしょー。
強いなぁ。デザートガード強いっすね。腕力がすごいね。やっぱ好きなんですよ。見た目も好きで。見た目もいいっすもんね。こいつなんとかしてぇなぁ。まあ頑張って使っていけば、いつか使える男になってくれると信じよう。ちょっと待って。もういつか使える男になってくれると信じて使い続けます。イロリナを。キン。あいつ、でも盾持っとったからな。次出会った時もね、あの盾の発動率で相当、戦局がこう変わりそうですね。どちらにも転びそう。盾決まりまくったらきついぞ。じゃあ、いけ。妖精さんが来る。妖精さんが来ない。いけ。アリさん。ここのアリさんでもうすでに出会う可能性がある。ない。いない。もう本来スパッと倒せなあかんっすよ、マジで。何って撃たれた。何これって、この陣形はやっぱり前3人に攻撃ある程度集中しますよね。あの休み方。うわ、もうアリ戦いたくない。マンティスゴッド、はい、弱い方。こいつがもう枯れた状態ですよね。さっきのやつは。こいつ、一回こいつになって、その後ですよ。後日。後日弾のやつです、あいつは。色枯れてたんで。でこれいってまた、人間のいかついシンボルになってたらやばいな。ドキドキするわ、あの瞬間。すげえ怖いんですけど。楽しみやけど、まあありでしょ。まあ多分ありだと思います。ここは多分ありで来ると思います。インド勝った。弱っ。清流剣舞、こいつとかもね、普通に強いですからね。はい。もうなんか雑魚のくせに普通に2回行動してくる。おお。なんだこれは。なんだこれは。めっちゃ弱いし、ほんで。あんだけ見せて、それですか。百花繚乱。おら、あ、強いな。ちょっと主人公強いな。皇帝強いっすね。皇帝強いな。開花してるな、能力が。うん。待って、水長。水長。スネーク。スネーク。ほら。これはテラーボイスとは違う。見切れたりするのかなあ。あ、混乱は治ったけど、ポフポフしてる。混乱は治ったけど、ポフポフしてますね。ルーン。はい。アマゾン倒して、魂倒す。ね、ちょっとやめろよ。ほらやった、ほらやった。後ろからや、後ろから女にスネークショットを蹴ったらぶっ飛ぶ。ほんまにひどいやつですね。めちゃくちゃひどいこと。んな蹴っ
体術がレベルアップ。なんか何してんねんって、だから。よし、いきますよ。はい、ありありあり、ありあり、ありあり、横。ああ、やっぱこいつや。よし。対策は何もない。ただ殴り続けるだけです。千切り。で、ライトボール結構。百花繚乱。百花繚乱、幻惑拳。百花繚乱、幻惑拳。百花繚乱、幻惑拳いくか。幻惑拳。いくかな、こんなやつに幻惑拳。ライトボール。あんまダメージ入らん。暗闇。ドスン。こいつが強いからね。ナイスー。よし、回復してあげよう。幻惑拳食らえ。うわー、スタン取れる。けど、スピードが遅いんだなー。スタン取れることはすごくでかいですけど、幻惑拳いっとくか。先行動してくれたらね。いや、あいつ素早さ遅いわ。今まであいつが先に行動したの見たことないもん。スタン取れたらでかいけどなー。見つけ。はい。幻惑拳いけや。いけや、早く。つむじかく、ナイスー。 よし。よし。オッケー。これで制圧か。よし。財宝見つけた。サンキュー。これで制圧完了ですね。あいつはじゃあもうおらんってことか。もう回らなくていいかな。行ってないところとかないっすよね。大丈夫そうやな。あの水の中の宝箱も取ったし、うん、大丈夫でしょう。年代飛ぶかね。出たら飛ぶパターンもあり得るが、飛ばなかった。特に何か変化があったような感じもない。え？何個でも買えるのこれ。何個でも買える。いいけど別に。もう何もないのか。ああ、もう人いなくなってる。ああ、完全にもういなくなってますね。で、マーメイドの方にいるって言ってましたよね。何も出なくて、出ない。あ、ナゼール海峡の、あ、ナゼール海峡の方にいるって言ってたのか。わい、ちょっと待って。始まるな。はい。じゃあ、ちょっと長くなりました。すいません。セーブして。で、次。ここ、ナゼール海峡。行きたいと思います。見ていただいてありがとうございました。